六角宇治綱は、戦国時代の武将、守護大名。大見国守護。南大見の戦国大名。六角氏十三代当主。名王元年、六角高頼の嫡男として誕生。陽名は、亀王丸。性質は、足利正友娘。英章二年、室町幕府十一代将軍、足利義住の三代に随従し、御所から門の警備を担当する。 北大江の京国市の内紛に際しては、京国在住を支援し、その勢力を襲いだ。永昇三年、父の隠居により、家督を継ぐ。同年、官僚、細川正元の養子、清野と住本が争い始めると軍を率いて上落。永昇四年まで在京したが、同年に、 政元が暗殺されると帰国、大内義雄に擁立された、足利義種が帰楽して将軍に再任されると、永昇8年義種に助行の太刀と栗毛の馬、13000匹を献上して、忠誠を誓っている。以後六角氏は一貫して、義種系の足利将軍に忠誠を誓うことになる。一方で、大海に所領を持つ、方向集を過信化するなど、 自家の勢力の拡大も図っている。内政においては、応仁の乱以降の戦乱で、主戦場となった、大美の復興に努め、先祖、六角氏よりの回帰である大美永元寺の修理料を、寄進、単戦負荷の禁止など保護して再興させている。英昇13年頃から慶における戦いで受けた、戦勝のため病床にあり、小国児相であった弟の吉寺社が、 創石のまま人代として、政務の一部を代行した。宇じつの健康状態については、生まれつき片足が短くて病弱であったとする、足利が清の記述は、根拠はなく、信頼に足らないが、英章11年以降、弟の小亀が六角化中に文章を発給している、ことや、英章14年8月の母親の七回忌を最後に、 記録から宇治綱の姿が消えることから、長く患ずらっていた可能性があるとの指摘がされている。永翔15年7月9日、父に先立って27歳の若さで死去。六角氏の家徳は、吉爾者が原続して貞頼と改名して継いだが、子、吉爾が継ぎ、貞頼は、神代となったとする説も一部にある。貞頼は、吉爾の出家後、大見守護。 官僚代に任ぜられており、これを総家党主就任と同一視した可能性があると、佐々木明他は主張しているが、宇治つなから貞頼への手継ぎ、譲り状、置文などを託された、池田三郎左衛門の城をいたわる、昭和目の初夏の存在から宇治つなが貞頼を、後継者として、家督を譲ったのは民からであるとの反論が出され、学術的には他に支持する者はいない。 宇治綱の息子の一人は、伊賀国守語であった、二木正長、校長の二喜氏の家徳を継承し、吉政を名乗った。この頃、大見林国の伊賀は、六角氏の同盟国、または影響下にあり、六角氏一族が支配していたと推測される。二喜氏は、伊賀の守護を代々務める家柄であり、再生時には、伊勢国ほか数カ国の守護を兼任した鹿外一族の名門であった。 吉政は、二騎士を継ぐことで十三代将軍、足利義輝のご昭番衆となり、義輝の没後はその弟、義明に近所した。義輝から、明のおじを与えられた、吉政の子、輝公は、義輝と共に、三好氏と戦い、父に先立ち討ち死にしたが、子孫は、川端氏を名乗り、鳥取藩主となった。吉政を呼び、輝公は、 二期の名字と同時に、佐々木の名字を併用して使っているため、実質的には、六角、佐々木はじめ門として行動していたようである。これに対し、定よりの伝記を執筆した、村祐樹は大英四年の宇治つの七回忌も、協禄三年の十三回忌も接種が定よりになっている。ことから、宇治つに、息子がいなかったのは明瞭であるとしている。ありがとうございます。